はい、どうも皆さんこんにちは、カンですということでね、今日はねてかもう毎回4打球で性質たまるキャラみたいなの紹介してる気がするんですけど、もう今回はね絶対全員が持ってるキャラですね。はい、あのね、高齢ってね全然勝てないですけど、どうしてもねこの感じを味わいたいとか、あとまあそうやな、1000どんぐらいかな、1700ぐらいもやったら頑張って勝てるんかな。まあもう見えてるんですけど、このキャラですね。ご用ですか？なんかすごい年いった声してますけどこのキャラは実は星3キャラで、それを星4にしたキャラなんですけど、このキャラはですねステータスが割と高め、まあ、低いねんけど、そら星5キャラと比べたらもう全然ちゃうんやけれども、あの星4の中では、星3を強化した星4の中では結構ステータス高い方なんで、これを使っている感じです。これとね、あとねアーサーもね結構おすすめなんで、アーサーもありやと思います。ちょっと待ってね、ハードにアーサーゴールハウス、あれ絶対おんねんけどな、アーサー星3キャラやから、ハードじゃなかったっけアーサーって。俺には見えへん、アーサーがピンチ、アーサーそう、まあ、この子に関して4突してるんですけど、もうこの子もステータスはあの星4の中では、星3を星4にしたキャラの中ではめっちゃ高い方になっております。この子もね、あの早いで打てば10だけでたまるキャラなんで、まあ、この子もそうなんですけど、あのね、あとね、あと何体かおるんですけど、ステータスが他はちょっと低すぎてダメなんで、まあ、この2体をおすすめしてます。だからクレーコートにはいないですね、最適なキャラが。はい、ってな感じでね、まあ、とりあえずねこっちテクニックタイプの方がいいんですよ。それがなんでかっていうと、このギアが打球時10秒間 SS ゲージ自動蓄積の強化状態になるショットってやつやねんけど、この10秒も経たずに相手に点を決められてしまっては意味がないから、ドロップで時間を稼ぐっていう方法やねん。そうじゃないと、10秒もかからずに決められた時に積んでしまうので、まあアーサーよりはこっちの方が向いてるかなということで、こっち紹介しようと思いました。はい、この子もね10打球でたまるんですよ。10打球といえばあれですよ、まあ、ゲオルグは9打球なんであれですけど、フランとか、あとオーガとか、まあなんかそこら辺のキャラが10打球でたまるキャラなんで、はい、普通に SS のたまる速度で言ったらすごい速いですね。ほんでこのギアを使って、スロットスキルが、スロットスキル1に SS 増加量プラス 5% つけてて、スロットスキル3に3ポイント取るまで SS 増加量プラス 25% をつけることによって、4打球で SS をためることができるんです。はい、ほんでまあ戦法としては、この子で初め行きます、ギア初めに打ちます、ほんでドロレーンします。できるだけグッドとかジャストで打つようにしてください。早い遅いだとね SS があんまたまらないので、グッドかジャスト、できればジャストで打ってほしいです。1回はジャストで打たないと多分4打球でたまらなかったような気がもします。それはちょっと忘れましたけど、まあ、そんな感じです。ほんでこの子で SS を貯めた後、仁王で行きます。はい、仁王のねこのねラケットはね交代値じゃなくてね、ダメージ厳正のギガスループスなので、はい、マックスまで貯めてから効率に交代する必要があるんですよ。だから、まあ、初手は極力早く貯めれた方がいいということで、このキャラを採用しており、このキャラ を採用しております。ほんでこいつで打っても SS って貯まれへんやんか、 SS こいつで SS 打った後って。だからその時のためにオーガはこれ、交代時ポイント交代時1秒間 SS 自動蓄積をつけてるから、この子で交代してサーブ打つだけでも 55% ぐらい溜まります。はい、この子はね早いで打って10打球で溜まる、この子と同じなんで、はい、なのでまあ普通に強いですほんでまあ別にエレメントマスター、基本的にはエレメントマスターの方がいいんですよ。いいんですけど、こうやって、ラケットをこうやって、SS が早く溜まる用のラケットにしてるならば、私はネットクローサーにしようかなっていう、自分
独自というか自分の考えです。はい。なんでシューズは、まあ、移動速度アップにしてますね。スタイルでね、ネットクローサーやったら移動速度プラス 5% なので、まあ、めちゃめちゃ速く走れるんですね。はい。なので、まあ、結構プレイしやすいという感じです。はい。それではやっていきましょう。ですね、まあ、レートはね低いんですけど、まあ、うまいこと言ったんでこれを1試合目に乗せた感じですね。はい。まあね、タワーがね始まってまだ2日ぐらいなんで、そこまで高いレートの何レートが低いからって弱いとは限らないんでね、まあ1500を切る人は強くはないと思うんですけど、まあ私もね、あの何大会ちゃうタワーを毎回始めるときってなんか割と進まへんのんな。今4打球でたまったナイスエースこんな感じで食べて2王で交代する。だってね、先続きで話すと何やったっけ、そう俺なんか一時1300ぐらいまで落ちてん始めた時に、ほんでそっから2200ちょいぐらいまで上げたから、マジで調子が出んのよな始めて。マジでみんなどんな感じ、初めから結構上げれる人、ちょっと俺には無理やねんけど、こんな感じでさっきオーガで交代したんかな、ちょっと様子見しとったから見てないねんけどまあこんな感じで、あとは2王でやっていく感じですね。ほいっとまあこんな感じで、ほんでオーガでもう一回デバイス S 溜まるという感じですね。はい。ショードに向けて SS を打つと、ほんだらまあ跳ねて決まるという感じですね。まあ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 なしではないでしょう、初手として。名前忘れた、ラベンナやったっけ、なんかそんな感じの名前の星さんキャラ。10打球で SS 溜まるって普通に早いよな。だってさ、リリカは8打球でゲオルが9打球やで、その2キャラでしか負けてないねんで、星3キャラが。すごくない？ 3 位の座に君臨すんねんで、この子。あ、ほんで、この時はちょっとあのラケットで、あのアナゼラケットって俺の好きなラケットにしとったんやけど、まあ多分6打球で溜まったんかな。蓄積だけじゃなくても6打球で溜まるっていう感じですね。はい。俺的にはあの何、何メープルカートルみたいな、そういう名前のあの蓄積だけ、あれが一番おすすめです。はい。あれはね、赤ラケはね、まあ、何回も言うてるんですけど、赤ラケは30秒で 50% なんかなんとかタートルみたいなやつは10秒で 40% 溜まるので、時間効率が非常に良くて、シングルスの初手としては非常に優秀なギアとなっております。はい。でまあエレンも2王で結構勝てる、まあまあまあ強い人では勝てないですけど、まあ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 ね、まあまあな戦いはできる。あのなんか柱でさ入れ番されてもさ2王の瞬間移動で取れるから、ただちょっと体力の面がちょっと厳しいよね。下方修正来たからさ、そっからちょっとダメージが、瞬間移動にさ、瞬間移動1回するのに100とかさ使う時あるからさ、最後の方それがちょっときついからあれやねんけど、まあまあここは頑張るしかないあと打ち明けたりしたらきついよね。ハイジャンとかされたら取られへんから、瞬間移動じゃね。立体軌道やったら取れるんやけれども、立体軌道普通強いよね。だってあのめり込む打球でも取れるやん、それがほんまに強いわ。うんうん。それでまあ2王でまあダメージで勝っていくと。ギガスループス2王の強さはこれ。はい、ハラパンまあこんな感じですね。だから初手速攻で貯めて、まあ、相手をボコボコにするという感じですね。はい。まあラストも1500なんですけど、まあ全然高レートと当たらないんで、私がさっきタワー始めたばっかりなんでまだ多分10試合もしてないんですよ。だからよろしくくださいまあ後々レート高いレートの人と戦えるようになってくるのでね、ちょっと待っていただければ。これちょっとミスったね。もうちょい早く打ちたかってんけど、てか相手空振ったしおうおうおお、これあれやな、編集ミスってんな。
相手の名前ずっと隠れずに変なところに名前ずっとあるわ。変えとかないと。まあこんな感じでほらめっちゃ溜まるっしょ。ほらめっちゃギュイーンって溜まってるやろ。はいスルーこの子で SS ってもめちゃくちゃ弱いのでね、これはスルーしてください。スルーしてもう2王で行っちゃってください。よいしょ、うわ打ち上げた。はい、まあ2王最強なんでね、早く打てて、かつすぐまた他のキャラで SS 打てたら全然十分やと思うんですよ。ほらオーガで打ったら 50% 溜まりました。ありゃ滑らせるときついよね。てかさ、灼熱キャラさ、スリップと凍結無効って書いとったからさ、あの雪ストームで滑れへんのかなと思ったら全然滑って、俺焦ったそんなことあるん？あれってスリップじゃないんや、また別なんかな。マジでびっくりした。てかあれやんな、あのマーメイドシオン結構不遇よな。だってあれ灼熱キャラやろ、だから凍結できへんからさ、だいぶつらないねってな感じで終わり。まあこんな感じですよ、みんなも使ってみてください。